キチャンネル。ちょ、さあ月曜日です。到着。はい。ということで今回はちょっとお詫びがあります。はい。先週の金土日がめちゃくちゃ忙しすぎて、あとまあ鹿児島とかね行ったりして野球教室、そして月曜日ね朝5時から、局入りして、ベイフムのアウェイク出演というところでですね、ちょっと忙しすぎて、総チェックできませんでした。ちょっと見えませんでした。試合さすがに体力お化けの佐々木でもさすがに無理でした。毎日朝4時とか5時とかにもう毎日起きて、その後もう4時間ぐらいかけてとかねやっていかないといけない、もしくはもっと4時とか3時もしくはもう寝ないで朝までやんないとみたいな感じの、空き時間しかなくてですね、ちょっともうできませんでした。なので今日はね、スコアを見ながらプチ総チェックやっていきたいと思います。さあまずはパリーグからっていうところで、オリックス対ロッテ京セラドーム大阪での戦い、23日1対0でオリックス、そして24日0対1でロッテ、そして25日、2対0でオリックスというところで、オリックスを2勝1敗で勝ち越し、なんとロッテこの3連戦、得点1、しかもそれ押し出しの1点というところで、ピッチャーはめちゃくちゃ踏ん張ったけどね。金曜日の試合もね、新戦力、新外国人投手、カイケルね、7回94球、3安打5三振、2四球無失点というところで、まあ、前回ね、同様、打たせて取る安定的なピッチングで非常に良かった。でオリックス先発カスティーヨ5回78球2安打6三振1球1点とも失点。だからカイケルとカスティーヨやっぱりタイプ似てるよね。それを打たせて取るっていうところでね。で両チームね、ピッチャー素晴らしく、でまあ0対0で迎えた、9回裏ね、ツーアウトから杉本ね、スリーボールツーストライクフルカウントからアウトコースのストレート合わせただけだったけどね、右中間ホームランクパッてね、これで1点先制ね。で、次の試合ね、24日も0対0でね、迎えてっていうところで、ロッテ先発西野ね、6回100球3安打4三振3四球無失点で、オリックス先発宮城8回110球5安打6三振無四球無失点っていうところで、お互いね、なかなか得点チャンスもなくね、まあ唯一は7回表ね、ロッテ、外、佐藤投手は連続ヒットでノーアウト1塁、ここで中村翔吾送りバント失敗、バッと。ここちゃんとこういうとこやんないから得点できないんだよね。その後高部三振、田村サードゴロっていうね、こういったところで点取ってればもっと楽な展開でね、勝てた可能性もあるのにっていう中でね、で、ロッテはね、9回表ね、2アウト満塁からね、角高代打、押し出しフォアボールっていうねところで、まあ、なんとか1点を取って、オリックスも9回裏で、増田、まあ、2試合連続で、ね、失敗できないっていうところで、出てくるけども、ワンアウトから紅林センター前で、ここでね、ワイルドピッチでフォアボール、フォアボールでワンアウト満塁、ここで太田ショートゴロの、森ショートフライト、ここ同点追いつきたかったね。ここね、ロッテが落ちてきてるから、この10試合2勝8敗ね、ロッテが落ちてきてるから、今オリックスは4位楽天まで5ゲーム差で、3位ロッテまで7ゲーム差っていうところで、ロッテが落ちてきたってきちゃったから、ワンチャン首の皮一枚、ワンチャン大型連勝したらまだ残り30試合あるかなっていうところでね、ここ3連勝したかったけどね、できたけどね。で、25日の試合もね、エスピノーザ、6回、4安打2三振3四球1セットボール無失点と、その後ね、吉田、山田、マシャド、このね、7、8、9ノーヒットに抑えてね、ロッテ先発3、1も7回105球10安打8三振無四球2失点と、抑えてるけどもね、まあ、7回裏ね、太田のタイムリー、そして西野のタイムリーっていうところで2点取ってね、まあ、ロッテ4安打だからね、いやロッテピンチだね。 A クラス残れるかどうかもこれね、ピンチになってきたね。唯一の救いは、まだ西武と14連勝の西武と11試合残ってるっていうところが唯一の救いだけども、これちょっとね A クラス争いちょっと分かんなくなってきたね、正直ね。そういったところではロッテとしたらもう打てなさすぎね。まあ、ポランコ外の一発がなかったら勝てないのかっていうね。あと本当ロッテに言いたいね、ピッチャーもね、野手も、序盤ね、連投、2連投までねしない、野手もね休み使うね、っていうところで、8月疲れてるってことはもう根本的な体力なさすぎて、もう仮に疲れてるんだったらね、ただ疲れてないね、技術不足やっていうんだったらマネージをするしかないけども、体力ないね、今疲れてるっていうんだったらもうそもそもの体力不足ね、っていうことはね、練習しなかったら体力つきませんよっていうね、もっと技術も含めてそうだけども、基礎体力をもっと上げる練習トレーニングを積んでいかないと
この吉井さんの使い方で使われてるようではもう一金ですかっていうね状況になってくるからね、そういった意味ではね、そこどういう問題があるのかっていうところはね、真相をねチームとして突き詰めていく必要もあると思うし、オリックスはね投手陣の踏ん張って、まあなんとかね最小得点で勝ち越しね、ワンチャン、もうほんとワンチャンね、ロッテが落ちてきたっていうところでは3位にね、ワンチャン狙えるまでポジションに首の皮一枚いるかなっていうね、もうほんと首の皮一枚だけどもねっていうところにロッテが落ちてきたから復活してきたかなっていうようなね、まあだからこの2勝1敗の勝ち越しはねオリックスにとっては大きかったと思います。西武対楽天ね、23日1対2で楽天で、24日3対2で西武、そして25日が、0対2で楽天というところで楽天の2勝1敗で勝ち越しね、ロッテがあたふたしてるからこの楽天のね週末勝ち越しも大きいし、このね1週間、楽天はね 1,2,3 4勝1敗だからね、そういった意味ではねめちゃくちゃ2位まであと2ゲーム差、これはね一気に大逆転 A クラスっていうのもね出てきたんじゃないのかっていうところで、まあ日曜日の試合ね1対2で、楽天の勝ちというところで、楽天先発ね藤井6回92球3安打3三振1球無失点っていうところでね、8勝3敗貯金5だからね、これはもうめちゃくちゃね大きいね。で初回ね、辰巳のホームランで先制して、4回にね、小郷のタイムリーで1点で、8回にね、西武は1点取るけども、まあ投手陣がねしっかり踏ん張って、藤平、鈴木空ね、則本ランナー、まあ、出しながらってなるけどもね、しっかり踏ん張って勝ち切ったっていうところも大きかったし、でまあ土曜日もね3対2今井もやっぱ楽天キラーだね、6勝8敗なんとか10勝いきたいけどギリギリかっていうところでね、楽天先発岸6回3分の2 97球4で6三振1球1失点3失点で、西武先発今井ね7回105球4安打6三振4四球2失点っていうところで、楽天もね6回裏に、辰巳のタイムリーで阿部の内野ゴロの間に1点取って2点先制して、まあ、このまま逃げ切りたかったところだけどもね、7回裏ね、先頭佐藤龍生ねホームランを打って、でワンアウトから外崎ヒットで、ガルシアフォアボールで、代打クリアマウトになるけども、ワンアウト、ツーアウト一塁から古賀タイムリー、そして西川がね、タイムリーと、一気にね、ワンチャンス。西武5安打しか打ってないからね、に、この7回だけで4安打だから、ね、それで一気に逆転して、ね、終盤、平、アブレイユと、完璧にね、抑え切って、逆転勝ち。ね、素晴らしい試合展開。ね、20日の日、日曜日はね、竹内、小蛇のね、ルーキー対決っていうところでね、2対0で楽天の勝ち。こちらね、5回89球、1安打4三振、3四球無失点と。その後ね、孫、渡辺、鈴木空、則本のね、被安打1に抑えて、ね、鈴木空がちょっとね、ピンチ作ったけども、なんとか逃げ切り勝ち。ね、西武は竹内、7回105球、8安打6三振、無四球2失点と。まあ、踏ん張ったけどね、西武ヒット2本だからね、そら勝てない。ね、楽天は4回に、阿部のホームランで1点先制。で、5回にはね、村林の、タイムリーでね、1点を、もぎ取ってね、しっかり勝つっていう。でもここもね、ワンアウトから安田がヒットで、ここでね、竹内の牽制をファーストの山村が竹内の牽制に引っかかるっていうね、牽制来ないなってファーストバッター見た瞬間牽制来てね、で悪送球になってね、でその後ね、セカンドゴロね、山村が無駄に取りに行っちゃってファーストベース空いて、竹内とね小深田の、ね、競争になって、小深田がね一歩早いっていうね、ミスも重なってね、普通に竹内、山村取りに行かなかったセカンドゴロなのにね、そしたらこの回点入ってないかもわかんないのに、ね、まあ記録上エラーにはね、牽制のやつは山村のエラーになったけども、記録上エラーになってないからね、これは内野安打になっちゃったけどもね、正直このミスね、もったいなかったね。まあでもセーブは内野安打だからね、結果的にはなかなか勝てないっていうところもあるけどもね、まあ、山内はちょっとね、じゃあ竹内はちょっとね、2戦連続ちょっと、不甲斐ないピッチングだったからね、まあ負けはしたけどもね、いいピッチングになったっていうところもよかったし、小蛇もね、このね、ルーキー対決に勝ってね、さらに自信になって、こう、もっとね、この終盤一気に上がるっていうね、今小蛇5勝5敗だからね、まあなんとか貯金作っていきたいよね。で、竹内は7勝5敗、まあなんとか3勝して2桁いきたいね、っていうところのね、ルーキー対決、制したのは小蛇、楽天、2勝1敗、勝ち越しでした。日本ハム対ソフトバンク、23日の試合5対6でソフトバンク、そして24日の試合が6対1で日本ハム、そして25日の試合が5対3で日本ハムということで、日本ハムの2勝1敗で勝ち越しっていうね、で首位とゲーム差が 9.5、 ソフトバンクマジック21、まあこれはまあね、日本ハム勝ち越したのは素晴らしいけども、
まあソフトバンクがこっからも逆転するって言ったらもうどのチームにも連敗していかなきゃいけないから、まあなかなかそれは難しいかなっていうところもあるし、ちょっと近藤がね不調になってるのがソフトバンクとしてはちょっと痛いかなっていうね、この3連戦が13打数2安打だからね、しかもちょっと三振も多いしね、そこら辺がちょっとね不安要素あるけどもね、だから逆にね金曜日ね逆転勝ちでねよく勝ったっていうね、5対0からの逆転勝ちだからね、日本ハムはね、2回に、伏見のタイムリーでいって、で3回にね、レイエスのタイムリー、そして水野のタイムリーなどね、5対0になるけども、4回の表にね、栗原山川の連続ホームラン、で柳町、周東、牧原のタイムリーで5点同点だからね、これ非常に大きかった。で10回表にね、まさきの打った瞬間ね、センターバックスクリーン横ね、勝ち越しホームランで、勝ち越しっていうね、ちょっと有原がね6回107球9安打5失点ね、ちょっとね勝つ時はね、前回は、完封勝利だったけども、その前6失点ね、その前も日本ハムには2戦連続5失点4失点だから、ちょっとねあの波がね激しいかなっていうところはちょっと終盤に向けて不安だけどもね、まあ有原ね、まあ勝ち負けつかずっていうところはあるけどもね、日本ハムもね福島ね、この5失点一気にビッグゲーム痛かったけどね、でもこれソフトバンク負けてたら3連敗だったからね、よく初球ね初戦勝ったなっていうね。で、24日の試合はねもう北山5勝1敗クッピチン素晴らしいね、故障分けっていうねところでもしっかり8回122球3安打13四死球無失点ってね、非常にね、球数もね平均的だしね、フォアボールも少なく三振2桁だからね。で、ソフトバンクはね、コースターズに、得点を入れて6対1完勝だしね。で25日の日曜日の試合も、5対3っていうところで、いきなり初回ね、清宮のタイムリーツーベース、上川端タイムリーヒットね3点先制で、4回にね、レイエスのホームランで4対0になるけども、また初戦と一緒でね、5回表に、周東タイムリースリーベース、川瀬のタイムリーね、で栗原のところでワイルドピッチャー悪送球っていうところで一気に4対3だ、ここでね同点になってなかったのが初戦と違うかってね。あと6回裏にすぐね点を取ったのが良かったけども、これノーアウト2塁から犠打失敗だから、でも悪送球なのかな、これはね試合見てないからちょっと分かんないんだけどね、だこれミスで多分決勝点入ったんだろうね。で5対3だから、まあなかなかソフトバンクとしてはね苦しい試合だけども、逆に日本はもねちょっと追いつかれ気味になったけど、しっかりそこで勝ち切れたのは大きいし、これねホークスとしっかり勝ててね、いい相性ね印象をつけとけば、仮にリーグ優勝できなくてもクライマックスシリーズで日本シリーズっていうところ十分考えられるからね。そういった意味では日本はね終盤に向けてぐわーっと勢いね乗ってきたっていうのもあるし、清宮もね守備あのバントのところね、これか7回表ね、甲斐周東が連続ヒットでノーアウト1、2塁ね、で川瀬のところ送りバントね、ファースト清宮が突っ込んできて取ってね逆回転してサードね、フォースプレーアウト、これもしバント決まってたらひょっとしたら同点ぐらいまで行ってね延長になってた可能性もあったからね、あの清宮のね打撃そして守備でのねコープレーね非常に大きかったと思いますね。まあ最悪ホークスはね3連敗しなくて1回勝てたっていうのもねマジック2減るからね、そこら辺は大きかったなと。でも、ま、日本もねこれ2連勝してもう2固めっていうところではね非常にいいカードだったと思います。続いてセリーグヤクルト対 DeNA、金曜日2対5で DeNA、そして土曜日24日が3対0でヤクルト、そして25日4対1で DeNA というところで DeNA のね2勝1敗で勝ち越しとなりましたけども、DeNA ね金曜日の試合先発ね、吉野というところでね5回91球ね5安打、4三振1四球2失点というところで、ね、非常に5回ね、いいピッチング、できたっていうところもあるし、ここからねうまくいけばローテーションにね入っていけるような、ね、存在になってくるっていうところもね十分可能性あるんじゃないのかなとね。ヤクルトはね、2回オサノのホームラン、そして3回ね、村上のタイムリーで2点先制したけども、 DeNA がね、5回山本のツーランで、6回に佐野のホームランで、7回に桑原のツーランホームランと3連発でね一気に5対2と逆転してそのまま勝ち切ったっていうね。でまあリリーフねちょっとバタついてたけども、この試合はね、6回からウィック伊勢ウェンデルケン森原とね、ウィック伊勢ちょっとランナー出してねバタバタしたっていうのもあるけども、ちゃんとねウィックも3三振にしたしね、後続をねしっかり抑えて0点でね乗り切ったっていうのは大きかったかなとね。
で24日の試合ね、ヤクルト3対0完封勝利というところで、ヤクルト先発高橋奎二ね、7回112球4安打5三振3四球無失点とね、これで自身2連勝ね、まあいい感じでね、きっかけね、前回掴んでフォームも安定して良くなってきてるしね、これをねシーズン終盤まで、しっかりつなげていって5勝7敗最低でも貯金作りたいね。こっから10勝はねなかなか無理かなっていうね。で DeNA 先発ね、石田、3回3分の2 68球7安打4三振1球3失点とね、3回裏、ワンアウト1、3塁からオスナの犠牲フライからの村上のね、バックスクリーンにツーランホームランで2、3対0っていうね、あの一気にね持っていかれたっていうところはね痛かったかなっていうね。でまあ、4回裏にねピンチを作ってピッチャー佐々木に交代っていうところもあるんでね、まあ石田もねここ今はもういろんな経験してね勉強してやっていくしかないかなっていうね、ところです。怖さもね甘さもよく分かっていけばね、もっともう一段階ね階段登っていくんでね、ここは踏ん張りどころかなっていうね。で、日曜日の試合、10対4で DeNA の勝利というところで、DeNA 先発 K、4回3分の2、82球、10安打2、3、4、4失点でちょっとやらかしちゃったけどね、ヤクルト先発山野もね、3回で5失点っていうね。だから DeNA は、2回にね、佐野のツーラン、ね。ヤクルトは2回裏に山田哲人のホームラン。これで、11年連続2桁ホームラン、ね。ヤクルトはこれまで10年連続の広沢さんが最多記録で、11年連続2桁ホームランは球団初。でまだ今の成績2割ちょいの10本だからね、まだ32歳、まだこっからだからね、体調をしっかり管理してね、もっともっとここからこう沈んでいかないようにしてもらいたいよね。で、DeNA は3回表ね、2アウトからオースティンのセカンド、山田のエラー、これ痛かったよね。これチェンジだったからね。で、その後宮崎のスリーランホームランで5対1ね。まあ、ここからまあ前半点の取り合いになるけども、まあ、4回に山本のタイムリー、梶原のタイムリーね。で、6回に宮崎のまだタイムリーでもう10対4だからね、まあ、完勝って言ったところかな。まあ、DeNA もね、ここから A クラス食いついていくっていうことを考えるとね、もう負け越しは許されないからね、そういった意味でもしっかり勝ち越して、3位阪神に 3.5 ゲーム差、残り30試合、約ね、29試合か、ギリギリのラインだね。まあ、ここなんとか踏ん張ってね、上位と当たる時の直接対決にね、最低でも勝ち越し、でも一気に3連勝持っていければね、3位まだチャンスあるからね、正直ここでね、しっかりどこまで勝てるか勝負になってくるね。巨人対中日、23日の試合2対8で中日、そして24日の試合2対6対2で巨人、そして25日の試合2対0で巨人ということで、巨人の2勝1敗で勝ち越し、まあ、最低限だね。これ初戦負けた時は痛かったね。これ金曜日ね、なかなか金曜日のね先発がね6枚目の1人足りないっていうところで赤星投げたりね、この日はね初先発の西舘っていうところをだったしね、次はメンデスぐらいが来んのかなっていうところでね、なかなか決まらない中で、巨人先発にしたってね、5回99球6安打1三振3四球4失点と、まあ、この試合ね日刊スポーツの評論ついてたんでこの試合はちゃんと見たけども、まあまあね、立ち上がりはマックス153キロっていうところもあったけども、もう5回になったらアベレージで5キロ落ちてたからね、ストレートだから、まあスタミナない、あとあの簡単に取れる変化球の制球力ない、であのカウント球も勝負球もほぼ一緒、変化球のコントロールこの一国悪かった、もう困ったらバツーカット、これじゃなかなかきついね。だからまあでも仕方ないよね、その今年はリリーフで行ったから、キャンプもオープン戦もリリーフ調整で入ってリリーフになって、で約1ヶ月間で先発に仕上げてきたから、これはそう準備がしてないからね、1年間かけてね、キャンプも含めて、しかもルーキーでしょ。だからこのいきなりの変化の先発適性はね、さすがに難しいと思うけども、まあ、やるべきことは多いね。正直先発としての適性も能力も制球力もその配球的なこともね、やるべきこと多いから、だってカーブなんてここら辺構えてたからね、ここなのにここら辺構えてこっから曲がるとこですよなんて、もうそんなのもうどこ来るかわからんって言ってるようなもんじゃんね。そういったところはまあ仕方ないね、調整難しい、そのいきなりリリーフから先発で、しかもルーキーでね、まあ、ここら辺はねおいおいやっていきましょうっていうね、ところではね、中日は初回ね、宇佐美のタイムリーでね2点先制するけども、巨人もねモンテスで大城の犠牲フライですぐ行くけどもね、まあ、ここからね追加点が取れないで中日はね、しっかり追加点を取っていったっていうところでね、まあ、5対2ね、中日の勝ちね。まあ、福谷もね、コースにしっかり投げて、初回ね、2失点したけども、丁寧にね、しっかりシュート系、スライダー系、フォーク系ね、低めコースにしっかり丁寧に投げて、ね、どんどんね、仕上がり良くなったんでね、クッピチ、今季初先発ね、勝ち投手、素晴らしかったと思います。ね。で、24日6対2っていうね、まあ、井上春人しっかり頑張って、巨人がね、まあ、先制したのも大きかった、浅野のホームランでね、で、5回に、吉川のタイムリーね、で、岸田の時にワイルドピッチ。ね。
で6回に、浅野のタイムリーというね、浅野大活躍、ね、でしっかり逃げ切り勝ち、ね、で7回にね、ブライトのツーランホームランで、中日2点返すけどもね、8回にダメ押しの、丸、そして若林のタイムリーというところで6対2、ここ勝ってよかったよね、ここ負けてたらね、下手したら3連敗もあったっていうところで、で、25日の試合はね、巨人2対0で勝ち、菅野12勝2敗、素晴らしい、菅野、クピッチ、ね、大野も良かったけどね、まあこのね、まあこういうね、6回まで大野もノーヒットノーランだったけども、こういう接戦はね、もうあのホームランかエラーで決まるっていうところで、7回裏ね、先頭モンテスが、この試合初ヒットを打って、岡本ライトフライになるけども、ワンアウト1塁から坂本がレフトスタンドでツーランホームラン、クピッチ、巨人2安打だからね。それ逃げ切り勝ち、菅野マジ頑張ったよね、正直ね、菅野が7回3分の1まで頑張って、その後高梨大勢でね、しっかり逃げ切り勝ち、8回表もね、先頭ブライトのところだけ、菅野が行って見逃し三振で、岡林からね、高梨に代わって岡林村松を抑えて、ベンチワークも良かったしね、ここら辺ね、で9回、大勢がね、先頭川越にヒット打たれるけども、細川石川高橋とね、その後しっかり抑えて、まあ、逃げ切り勝ち、菅野ね、2勝1敗で勝ち越し、で今広島とゲーム差1、ね、これ優勝に向けてはこの勝ち越しはね大きかったと思います。広島対阪神、23日の試合1対3で阪神、そして24日の試合2対1で広島、そして25日の試合5対7で阪神、阪神の2勝1敗で勝ち越しっていうところでね、阪神はこれで、2位巨人に3ゲーム差、首位広島に4ゲーム差、残りが26試合、まあまだチャンスあるね。そのためにはこの首をかいちゃうまだチャンスで、優勝に向けては。でもこのね、広島に勝ち越しは大きいね。初戦はね、1対3で高橋アルト、クッピッチ、まあこれでね、また1回抹消して10日間空けるっていうところで、まあここはね、怪我明けだからね、まあゆっくり行こうっていうところで、高橋アルトね、6回99、4安打7三振、無四球1失点、素晴らしい、クッピッチね。非常にやっぱりいいね、怪我明けでこれだからね、バリバリ調整していったらね、どんなピッチャーなのやっていうところはもう楽しみでしかない。で、24日の試合はね、2対1で、まあ大瀬良ね、やっと勝ったっていうね、3回表でね、末金の、タイムリーヒットで2点先制してもらって、もうそれ逃げ切り勝ちね、6回にね、森下のタイムリーを打たれるけども、ね、しっかり2対1、逃げ切ってね、前回ちょっとね、大味な試合になったけども、5勝3敗、ね、大瀬良では負けられない。25日、5対7で、阪神の勝利っていうね、中ではね、阪神は初回、広島は初回ね、菊池のタイムリーで、2点先制するけども、3回にね、森下のスリーランホームラン、大山タイムリー、で4回にね、近本のタイムリー、これ4回の1点がね、勝負手だったね。で、阪神はね、7回にも、大山の、タイムリーで、2点7対2になるけどもね、でも広島はね、7回裏、堂林タイムリー、そして野間の内野ゴロ、琴のタイムリーで3点返して、いやまたワンチャンあるんちゃうかってね、いうところはあったけどもね、8回もゲラからね、ランナー2人出して、ワンアウト1塁、石原ね、代打田中、続かずね、で9回は三者凡退っていうところで、まあ、広島もね、チャンスあったけど、まあ、3連敗しなくてよかったね、広島もね、まあ、首位に向けては巨人と1ゲーム差、まあまあだから、阪神もこれで2勝1敗で勝ち越して、まだ終盤どうなるか分かんないね。だから阪神落ちちゃうと DeNA もちょっとついてきてるからね、この A クラスの争いっていうもう激化してくるしね、まあ、ちょっとセリーグはまだ分かんないね、優勝に向けてはね、まあ、アドバンテージはやっぱりね、広島がある、で巨人はちょっとゲームが進んでるから自力がないかも分かんない、広島は自力が出てくる、でもゲームが残ってるからって絶対有利でもない、それはね、過去のロッテが証明しているっていうね、ところもあるんでね、まあでも阪神としてはしっかりね、今首位の広島に2勝1敗で勝ち越したのはかなり大きなね、試合だったと思います。まあということでね、ちょっと試合見れてないんでね、ちょっと皆さんが納得するような解説じゃなかったかも分かんないですけども、ちょっと忙しかったんでね、すいませんね、またね、今週ね、しっかり掃除やっていきたいと思いますので、皆さん引き続き、見てください。さあということでね、順位はセリーグから、広島巨人阪神 DeNA 中日ヤクルト、広島1位2位巨人1ゲーム差で、阪神は2位に3ゲーム差の1位に4ゲーム差で、 DeNA は3位に 3.5 ゲーム差、2位に 6.5 ゲーム差、首位まで 7.5 ゲーム差、中日は、3位まで9ゲーム差、ヤクルトは3位まで10ゲーム差、ちょっと中日ヤクルトは厳しいかなと。でパリーはね、ソフトバンク、日本ハム、ロッテ、楽天、オリックス、西武、首位ソフトバンク、マジック21、日本ハムは 9.5 ゲーム差で、ロッテは2位に4ゲーム差で、楽天は、ロッテ3位、ロッテに2ゲーム差、これはまだワンチャンある。でオリックスは楽天に5ゲーム差、3位まで7ゲーム差
で、西武は、オリックスまで16ゲーム差っていうところで、ね、まあ、オリックスも首の皮一もあるから、でも楽天が今ね、ビッグチャンスはね、ロッテはここ踏ん張らないとね、本当に B クラスありますよっていうね、今、順位ですね。そして、次のカードが、ヤクルト巨人、DeNA 阪神、中日広島っていうところで、A クラス対 B クラス、負け越したら終わるぜっていうね、ところではどういう試合展開になるのか。パリーグは日本ハム楽天ね、楽天をここで日本ハム叩いたら一気にあるからね、3連勝したら3試合ない2連戦しかない。でもだから2連勝したいね。でロッテ再生3連戦、これはもうロッテ14連勝できてるからね、負けられない。これに負け越しているだったら危ない。ソフトバンク対オリックス、ここはソフトバンクね、どこまでゲームねマジ食らわせるか。オリックスはここ叩いたらワンチャンがあるかなっていうねところもあるけどもね、まあ、このカードもね、順位の上げ下げによってはね、かなり、しやすいカードだからね、面白いんじゃないのかなと思います。さあ、ということで最後にベストナイン発表していきましょう。ね、まずはパ・リーグから、ピッチャー、日本ハム、北山、グピッチ。キャッチャー、日本ハム、伏見、いいところのバッティング。ファースト、日本ハム、清宮、日本ハム祭り、はい。セカンド、オリックス、太田、怪我から復帰で元気。はい、サード、西武、佐藤龍生、いいパッチ力してるね。ショート、日本ハム、水野、いいパッチ力してるね。はい、レフト、オリックス、西川、ここに来て上がってきた。センター、楽天、辰巳、攻守にグッ、はい、ライト、日本ハム、浅間、小浅間あります。はい、DH、日本ハム、レイエス、週間内7安打、調子上がってきます。はい、リリーフ、日本ハム、柳川、グルリリーフ、グッシュゴシ。日本ハム祭りです。1,2,3,4,5,6,7人日本ハムです。やっぱ調子いいからね。続いてセリーグ、ピッチャー巨人菅野、原田美トップ。キャッチャー広島坂倉、打撃好調。ファースト阪神大山、あなたの頑張り次第です。はい、セカンド DeNA でマーキー打ってます。サード DeNA 宮崎打ってます。はい、ショートヤクルト長岡。ね、踏ん張りところです。ベストナインに向けて、ね、タイトルに向けて、はい。レフト、中日、川越、今、爆上がり中です。センター、阪神、近本、先週12安打、今週11安打、打ちまくりです。はい、ライト、巨人、浅野、いいところで打ちます。はい、リリーフ、巨人、大勢、首位に向けて頑張る。はい、さあ、ということでね、今週、佐々木チャンネル、ちょっとね、ちょっと短くしましたけども、皆さんね、また今週もプロ野球楽しんでいきましょう。それでは、